はい、皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶりな感じですね。いや、本当ですね。はい、いや、9月1日正午、日曜日ですね、はい、正午から12時から流れていると思います。はい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、何回目になったんでしょうか。25回目でした。すごい。何事も続けていれば、ね、本当ですね。25、なかなかの数字ですね。いや、嬉しいです ね。沖縄 SDGs プロジェクト事務局の日高と、はい、黒田でお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄 SDGs プロジェクト、このラジオを聞いてくださっている方、はい、どれくらいの方ご存知かっていうと、もうほとんどの方は知らないと思うんですが、私たち一生懸命取り組んでおります。はい、琉球新報が今取り組んでいる沖縄 SDGs プロジェクト、はい、県内のさまざまな課題についてですね、素敵な沖縄の企業の皆さん と、はい、一緒に解決しようというところで勉強してみたり、はい、集まって考えてみたり、おしゃべりしてみたりいろいろ解決策を探したり解決策を生み出したりというようなプロジェクトになっています。はい、今回の放送は9月1日ですので、直近だと9月19日に皆さんも来ていただけるイベントございますので、ぜひ沖縄 SDGs プロジェクトで調べていただいて、ね、はい、一人でもラジオを聞いて会場に来たよっていう会場は琉球新報ホールですね。ぜひ調べて時間だったり詳細のコンテンツ確認していただきたいです ね、うん、ね、9月はね、あれですね、稼ぐ力ですね、はい、所得をどう向上させていこうかっていう、ね、誰も関係がない人がいないって言われますからね。SDGs ウィークに何やるっていう話をこう重ねてきた中で、やっぱりなんていうか、給与のこと、貧困のことっていうのは OSP としても大事に、全部大事なんですけどね、 OSP、そういうことを考えてましたね。本当に働くこととかね、働く中で誰とどんな風にね、関係作りながらやっていくのとかね、もう本当にいろんなところにね、広がっていって、本当に普段の会話から会議の仕方、入れるツール、DX どう考える、リスキリング、育児介護との両立、その裏にあるジェンダーの課題、もう本当に稼ぐ力きっかけに、いろんなこと考えましたよ ね。本当に本当にですし、本当にどの、ね、どの事業所さんでも関わる話ですね。経営者の方から、ね、一般 の、ね、スタッフの皆さんから、そう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 、でもやっぱりそれぞれにそれぞれの場所から立場から見えている話がある、やり方役割があって、なんか誰も無力無関係ではないということも実感してますよね。ですね、本当に。で、ね、このイベントの素敵なところは、その認証、県の認証制度の認証を取られた皆さん の、 認証式をまあ一緒にやるんですが、はい、1分間スピーチですね、各社さんのね、しっかりしながらどうしても涙を流してしまうんですけど、代表の人たちがね、こう一人一人どうして給与を上げていきたいのか、自分は沖縄の何を解決したくて、何に取り組んでいって何を頑張っていきたいのか、で発表した後にやっぱり皆さんの拍手があったかいんですよね。いや、聞くとね、やっぱりなんかもう、なんか一社一社の顔が見えて、あ、皆さんなんかこういう思いがあって気持ちを込めていろんな人たちと一緒に作ってんだと思うと、ね、どの会社も本当応援したくなりますよね。本当に素敵素敵って、ね、ああいう拍手聞くと他のイベントで拍手聞いた時にちょっとそうですね、拍手にも質があるみたいなね思ってしまうかもしれませんね。こんなに違うんだなみたいなことは時々一人心の中で思ったりしますけど、なんかスピーチとかその代表による言葉とかって、しらじらしいなんかなんていう、しらじらしさを、連想する言葉だとも私はひねくれてるので思うんですけど、それが全然ないんですよね。そうですね、だからなんか、そうそう、多分春野さんが言おうとしているのは、要するにこの挨拶文から始まって、こうなんか肩にはまったものをこう読み上げるみたいなものなんだろうと思うんですけど、あの場はね、皆さんね、原稿なしでほぼほぼね、肉声で、肉声なんていうか原稿なしでね、お話しされますもんね。そうなんですよね、で認証授与するのが副知事だったり知事だったり予定に合わせてするんですけれども、皆さんも途中で挨拶文閉じて自分の言葉で話し出したのがすごく運営してて印象に残ってて、なんか言葉のやり取りって本来やっぱそうあるべきっていうか、なんかそれでこそこうなんていうかね、なんか魂のことをこもったなんか言霊のやり取りみたいな感じがしますね。そうなんですよね、やっぱり台本通りに読み上げるものって
と、うんうん、まあ、それがね、ノリとみたいな、なんかその言葉の決まった何か呪文みたいなものだったらまた違う、それは何度も同じ言葉が繰り返し同じ儀式の中で使われるからまた違うんだと思うんですけど、やっぱりその人とその人がそこに存在していて、うんうんうん、同じ時間と空間を共有するっていうのは大きいですよね、うんうん、いや本当にそう思います。だからその予定調和で決まったことを台本通りシナリオ通し、うんうん、通り読み合うではなくてやっぱその場で、ね、感じたことをあの伝え、それに対するレスポンスがあり、うん、やっぱそこでこの人とこの人が今こう話したからこそ生まれてくる、うん、そのなんか対話であったり空間、それでもやっぱ OSP すごく特徴かなと思いますね。私やっぱりその台本通りのイベントって聞いててもなんか次こういうこと言うんだろうなとか、この人こういう役割で呼ばれてるからこういう話するんだろうなみたいな、でもなんか OSP でナビゲーターとかモデレーターとかやらせてもらって会場にいるとやっぱり皆さんが聞きたいこととか、その当人が喋りたいこととか、まあ打ち合わせの中で印象的だったフレーズとか、まあいろんなものがミックスされてそこに出現していって、なんかお笑いライブとかも結構お客さんによって全然違うっていう話、芸人さんがされてるの聞いたことあるんですけど、本当にコール&レスポンスってあるんだろうなっていうこと思いますね。生ものですよね、うん、その場で出てくるもの。私なんかその多分台本カチカチに固めるのはなんかほら心配だったり、こうなんか失敗したら困るからっていうのでするけれども、なんか別にね失敗してもいいし、なんか失敗した時のその何とか何を失敗とするかもよるけれども、別になんか上手に喋れなかったり時間がちょっとずれたりしてもやっぱり伝わるものがあれば、その時間ってねいい時間だったなっていうふうにはなりますよね。そう、沖縄 SDGs プロジェクト始まって5年目を迎えていて、やっぱりたくさんのイベントを運営してきて、なんていうかそのオンラインで行った時ももちろんコロナ禍2年間ぐらいありましたけど、うんうん、その対面で同じ時間と空間を共有しながらその場にいるっていうことの価値みたいなことは、うんうん、なんか改めてなんかね、そう実感するんですよね、ですね、うん、今花さんが言語化された部分にもすごくヒントがあると思うし、うんうん、なんかリスペクトなんですよね、その、うんうん、これだけみんなの人生が重なってる瞬間って、うんうん、そもそもないわけですよ、うんうん、それぞれ100人いたら100人分の人生があって、100人分のお家があって、うんうん、100人分の、ね、毎日があって、そこにそのご家族がいて、会社の仲間がいて、友達がいて、同級生がいて、その人がそこに集まってるってことの価値とか、うんうん、偶然性みたいなものって、うんうんうん、なんかオンラインでもう、あの、なんて言うんだろう、名前がこうバーって並んでいることとはまた違う意味を持ってると思うんですよね。そうですね、いや、あの思います。だからオンラインだったらそれこそこっちで別のことをやりながら、そうそうそう、まあ、一応画面だけつけてます、時々、ね、都合のいい時だけ聞きますみたいなことも可能だけれども、やっぱりその場にいるっていうのはやっぱりね、体ごとそこにいる、その時間はそれに使 う、ね、うんうんうん、お互いなんかその本当にだからね、話す側としてはすごくこう、うん、責任感も感じるんだけれども、うん、この人たちの大事な時間をどんな風に、ね、そうそうそう、あの 使うというか提供できるだろうっていうのはね、うん、やっぱ本当企画側は緊張するものではありますけど、その緊張感ですよね、きっとね、うん、そこで何を生み出すのかっていう、これ多分効率で言うと効率は悪い手段だろうな、うんうん、と思いますよね、うんうんうん、イベントっていう手段はですね。なんだけど、うん、共通の経験を持つとか、うんうん、やっぱり今回の稼ぐ力の所得向上企業応援認証、所得向上いつも感じる所得向上応援企業認証制度、企業と応援が逆かもしれない所得向上企業応援、違う、所得向上応援企業じゃない、いいかな、後で、すいません、皆さんはちょっと正しく見てみてください、私たち間違ってるかも。認証制度の、はい、その沖縄シネジズプロジェクトで過去2回取り上げた時に、うんうん、この大和の赤嶺さん、沖縄大和の赤嶺代表と、うんうん、あの流進の風の金島さんの話があって、うんうん、こう2人ともやっぱり経営者のっていうことを強調されて、うんうん、それを受けて島回す本舗の青い海の矢上さんがこの間、うんうん、やっぱりその2人の言葉っていうのは自分に影響を与えたし、うんうん、
頑張ろうとも思ったし、もちろん現状の計画はあったけれども、改めて制度の取得をしたよって話をしてくれて、なんか私はそこにイベントの役割を見たんですよね、なんかあの会場で話してるのを他にも取り組もうとしてる人たちが横にいる状態で聞いていて、でやっぱり何か受け取る、なんか総合的であり受け取る場でありっていうなんか体験ですよね、イベントっていう。私なんか、まあ、もしかしたらね他の場でその情報を受け取っても動かれていたかもしれないけれども、やっぱりそこでなんか多分動いた心の動きの大きさが、じゃあ実際にやろうよっていうところにきっとつながったのではないかっていうね、まあ、希望的ないやそう、そう思いたい、まあね、運営としてはそれだったら妙利に、ねね、つきますよね、感じではありますが、なんかそう思ったんですよね、イベントとかリアルとかっていう、その今花さんともねこうやって向かい合って話しながら収録をしてるんですけど、まあ、オンラインの時の意見のやり取りとこうやって一緒の空間にいて言葉を重ねていく感覚ってやっぱり全然違いますよね。違いますよね、本当に。だからなんか私こう、本当にねなんか春菜さんと、ね、いつもスタジオに入るとねとまずおしゃべりから企画会議という名のねえねえ楽しい時間がありますよね。やっぱり顔を合わすとこう話したくなることとか、なんかね膨らむことがやっぱありますよね。そうですよね、でその人らしい間とか、その文と文の間の、そうからなんか倍速で聞いていたら気づかない間ですよね。そうから本当に最近なんかその効率とか便利みたいなものに、なんかその2000年代初頭ぐらいにあったそのスロー、なんだろうな、スローライフとかありましたね、なんか丁寧な暮らしとかね、なんかね、アフォワードともまた違う感覚で、やっぱりコロナ禍を経て生成 AI が台頭して、DX がこう叫ばれてみたいな中で仕事を今してて、なんかまた違うスローさというか、違う最高をもう一度再び考えるっていうことを求めてる自分がいる気がします。多分なんか本当にこう今それこそその倍速で情報を得て、隙間時間にはスマホを使って、ね、なんでもいろんなコンテンツを得ることができて、で、すごい人なんてほら画面3つとか出しながら違う情報を見ながらわーって仕事したりするじゃないですか。なんかすごいこの情報を得るとかさばくとかっていうのは、まあ、人によってはものすごいことができるんだけれども、なんかそこに含まれないものがすごくあるっていうのをすごく感じますね。だからそうなんですよ ね、だから情報を遮断したところで、果たして私はその加工された情報はないところで何を感じるんだろうかとか、何が私はしたくなるんだろうっていうところに立ち戻る時のなんていうか、そうですね、学校今回お盆で1週間お休みを、私は出身というか実家があるのが今愛知なので、お盆は8月の15ぐらいだったんですけど、13から15ぐらいですかね、13、15、45、旧暦の、ね、お盆とまた違う時期でしたが、1週間休み、まあ、取らないでほとんどリモートで仕事しながらおじいちゃんのお世話をするっていうようなスタイルでやって、まあ、朝起きて、そっか休み取らなかったんですね。そうそう、あ本当、じゃあ結構仕事ガンガンやりながらですね、やってみようと思ってやれるのか食べそうっていうことで、まあ、来年は休み取ろうと思ったんですけど結論から言うと、まあ、朝起きて朝ごはん用意して食べて片付けて、でパソコン広げておじいちゃんは新聞広げて二人で向かい合いながら、同じ部屋でそれぞれに情報をキャッチして整理して何か気になったことがあったらシェアをして、おじいちゃんと、そう、まあ、それで会議の時間が始まったら、パソコン持って部屋に入らせてもらって、でまた出てご飯用意してみたいな形で、まあ、なんかうまくやれた部分もあるし、やっぱりしんどかった部分も大きかったんですけど、なんかそうですね、いろんな選択肢が1ヶ月の中にあってもいいなとか、1年の中にあってもいいなとは思いましたね。ゆっくり仕事しながら家族といられる時間も必要だし、こうやってガシガシ沖縄で仕事のことだけを考えて生きる時間もすごく自分にとってはいいし、ただおじいちゃんとはオンラインで一緒にいることはできないんですよね。そうなんですよねそう、それを本当に思います。なんか私もその実家の親は今長野にいるんですけれども、まあね、電話したりビデオ通話したりはするけれども、それでとなんか、ね、情報量
なんかやっぱ違うんですよね。そう、うん、全然仕事はオンラインで会議ができても違う、うん、確かに、うん、今回実家帰った時にいとこが今、うん、ニュージーランドにはなんか休学して、あの1年働いて、ね、うん、1ヶ月30万ぐらい稼いでるらしいんですけど、いいね円安も円安なんだなと思って、本当ですよね。そうそう、30万、まあ、それはどうでもよくて、おじいちゃんはそのいとこが、まあ、男の子の初めての孫で可愛くてしょうがないですね、でビデオ会議つないだんですよ。あとドイツにも親戚が、親戚みたいな人が一人いて、彼女ともビデオ通話つないだんですね。でどっちも30分とか15分とか短い時間ではあったんですけど、まあ嬉しそうに話してるけど、おじいちゃんって仕事でオンライン会議は現役中は使ったことない世代で、なんかこういうものだっていうのは分かってすぐこう話すんですけど、なんかやっぱり終わった後には早く会いたいなって言うんですよね、ですよね、うん、帰ってきたらいいのになって言いますよね。だと思う。だからオンラインとそのリアルのなんかヒントをそのおじいちゃんの様子からも感じる部分が、そうそう、だから私もその長野の実家に戻り、うん、でそこでやっぱり私も勤務をしてた時があるんですけど、だから生活は家族としつつ、仕事はオンラインでやるっていうのが実はなんかいいんじゃないかと思ったりはしましたね。仕事はオンラインでも進むんですよね。そう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 。そう思った私も。ねえねえ。うん、まあ、ちょっとおじいちゃんがいじけるとか、なんていうご飯の準備が遅れて一人でパニックになるとか、なんかあっちからなんか転んだ音がしてどうしたらいいか分かんなくて、ね、おじいちゃん転んだので行ってきますみたいな、チャット送るとか、まあ、そういうことは起きるかもしれないんだけど。ねえ。やっぱりなんかそのオンラインで、あの情報のやり取りとして、送受信できるものと、やっぱりその場にいて共有することで得られるものっていうのの違いをやっぱすごく感じるし、でこれってやっぱりその会議とかでも仕事でもやっぱまあオンライン会議で、ね、遠隔の人とできるっていうのはすごく発展して便利で、あのすごくいいことではあるけれども、やっぱりね、訪ねていって直接顔を合わせてっていう時のなんかやっぱり使い分けっていうか、やっぱ大事ですね、目的が違うなっていうのはすごく明確に感じますね。やっぱり会議一つとっても対面の会議だったとしても、うん、間にパソコンを置くのか斜めに置くのかでも全然また違うなと思うんですよ、メモを取るときに、なんかコロナ前とかはまだ紙でメモ取った方がいいみたいなシーンも時々自分の中で感じて、そうやってやってた時期もあったんですけど、コロナ禍終わってパソコンでメモ取ってもそんなに、なんかパソコンがもっとみんなのなんかもっと身体的なツールになった延長線上に変わった感じはする、まあそんなこともありつつ、まあ、こう取るのが一番いいですね今のところで、ね、斜めあの体の間は空にして、そうかそうか、この間には入れない感じですね、うん、まあ、逆にだからちょっと守りたい時は、間に入れる、ちょっと落ち着いて喋れないななんかみたいな、そうそう、する時には間に入れて防御するわけですね。そうそうそう、面白いね。そうかそうか、そういうことはあったり、そうでもなんかその一方でこの、うん、まあ、私もう一つ会社に所属してるんですけど、その所属してる会社の若手のスタッフメンバーの子にやっぱりなんか寂しいですっていうなんかそのことを伝えてもらった時があって、私よりもなんていうかデバイスというかなんていうんですね、そういうのデジタルネイティブ世代ですよね、彼らの方が使いこなしてれるというか、こういう説があるっていう感じですけどね、そうですね、そうそうそう、一般的にみたいなね、彼女がその寂しいって言った時に、その湿度のある関わりっていうのを法人格の中でどう担保すべきなんだろうみたいなことは、結構その寂しいの一言をきっかけに思考が走ってる状態で、例えばおじいちゃんが寂しがるのはすごく分かりやすいわけですよ。会議のたびに孫が部屋からいなくなって帰ってきて、ご飯作ってて、ご飯作ってる間は話しかけると鬱陶しそうにされてそうなの、そうなんや、今作っとるかなって思うわけですよ。で別に俺はコンビでもいいとか言って、作ってんだよってでもおじいちゃんとしてはコンビニでいいから一緒にゆっくり座ろうよって言いたいよね。おじいちゃんの気持ちわかるなでもこっちはさ、いろんなこと考えて、ね、それ栄養のこととかね、美味しいもの食べさせてあげたいしね、なんかあのすれ違っていくんですけど、お互いね求め合いつつすれ違う家族の姿ですね。まあ、全部ひっくるめていい時間なんですよね。本当ですよね。そうそうそう、だからおじいちゃんの寂しさは寄り添いやすい寂しさなんですよね、
で逆にその組織の中で一緒に働くメンバーの寂しさへのケアっていう、うん、なんかその終身雇用が当たり前じゃ なくなっていく中で、転職をいつしてもされてもおかしくない環境の中で、どうこのつながりを、なんか私はそんなに飲み会が得意ではないので、なんかその一緒に食事に行くっていうのもちょっとまあ気を使ったり緊張するタイプですね。日程調整から億劫だったりするよくわかる、でも別にメンバーのことが嫌いなわけでも、愛着がないわけでもないんですよ、なんか接し方ですよね。そうからなんかこれはどうしたらいいんだろうっていうことを、そうなんか結構悩んでますね。でもなんか私もあの時々もう在宅でやりますって言って、在宅でそれこそそのメールとオンラインとなんかでやる時があるんですけど、であのいつも一緒にいるねリカさんね、リカさんとやっぱ何が違うって雑談ができないんですよね、本当に雑談ができない、その仕事のための目的のための時間しか取らないから、でするとやっぱりなんか細かいチューニングができないっていうことも思うし、やっぱ彼女がちょっと困ってることとか、私もつまずいて相談したいなって思ってることをわざわざほら、ね、しないので、なんかそういう時にはやっぱその雑談ができる、ちょっといいって言える時間とかはすごい大事だなっていうのは思いますね。だからこう何のために働いてるのかっていう時に、その必ずしもなその課題の解決を、なんて言うんだろう、同じペースで最速最大の効果を狙いながらすることが正解でもないというか、やっぱりこの関係の中で仕事をしてて、あの会議の議題に整理すると抜け落ちてしまう、そういう雑談で解消してたものみたいなものも、なんか、なんて言うんだろう、問題として表出する前にケアができる機会として大切だったりするのかな。そのなんかあとその、なんだろう、その仕事だけ以外のところでのつながりとかがやっぱりなんか豊かさとか、なんか喜びとかになるなと思うのは、やっぱりなんかその人が今までどんな腰方で何に興味があって、あこの人こんな人なんだよねって分かったところで雑談ができたりとか、あとやっぱり仲良くなると、まあ割とあの日本的ではないけどハグする人とかいるじゃないですか、ハグそんな感じかな、スキンシップ型ですね、ですよねでまあそれは相手によっていろいろ場面とかなんかもあるかもしれないけど、やっぱそういうところでこうなんかすごいあったかい感じとかあるじゃないですか。なんか私もその社内外、まあ、組織は別として、なんかそういうつながりがなんかどっか心の中でこの人とはつながってるよなって思う人たちって、やっぱそういう付き合いをしてきた人たちかなっていう気はしますよね。そうですね、確かに今花さんが話してくださったことは結構なんかその大きな SDGs プロジェクトってやっぱり社会について考えたり、ゲストの方と調整をしたり、来てくださる人のなんだろう持って帰れるものなんだろうっていうことを真剣に議論する中で、なんていうのかな、そのゴールありきで議論してない時間もあるし、やっぱり関係に甘えてというか、関係を信頼して言葉にする瞬間っていうのがこうたくさんあって、でもそれが心理的安全ともまた違うニュアンスで、なんか関係の中で仕事をしているっていう感覚なんですよね。それはなんかすごく効率的ではないプロセスから生まれているとも思うんですよね。なんかちょうどたまたま昨日あのリカさんとお話をしていたんですけど、やっぱその OSP の場で生み出されるものって何かなって話をしてた時に、なんていうか信頼できる人たちの集団っていうところがあると思うんですけど、でもそれってものすごいことじゃないですか。すごい。でそのまず初対面の人と、でこの人がどういう人なのか、で自分にとってどの程度その信頼できるというか安心できる人なのかとかって、そこをあのアセスするのって、それなりの手間とリスクと時間とあるものが、もうここではそれがもう取っ払った状態である状態って、ものすごいこうあれじゃないですか、なんていうかハードルが。いやそう思う、ね、から人を紹介するのも緊張するし、なんか意外と気楽にこう紹介ってできないんだなっていうのも、なんかパートナー企業の方たちのことを紹介してほしいっていうリクエストを、
外の仕事で時々受けるんですけど、うんうんうん、まだわからないなみたいなこととか、うんうんうん、もうやっぱり時々あるんですよね。そうですね、やっぱ大事だからこそ大事にっていうのも、でもこれがそうだから、ある意味で私たちはフィルターみたいな役割としてそこにいて、うんうん、でもある時はそれを接着する役割としてもそこにいて、うんうん、なんかその事務局っていう言葉に詰められた、うんうんうん、なんかいろんな役割について今話しながら考え始めました、うんうんうん、でもなんかそのほらオンラインで、ね、うん、カンファレンスやったの1回だけですよね、あのコロナの時の。でそれ以外はもう本当にこうなるべくリアルでね、リアルにこだわり続けてずっとねよくやれていたなと思うぐらいにやってきて、でもそのある意味遠回りが手間をかけて、ね、皆さんにわざわざ足運んでもらった5年の積み重ねの上に、まあ、そういうものができているとしたら、やっぱその改めてその対面の力というか、うん、その場の力みたいなのが OSP で見えているのかなという気はしますね、うん、なんかもっともっと走れる気が、うん、するなって今話してて改めて何かそういう気がしますね。もうちょっと後半効率についてちょっと今日はもう少し議論を深めたいなと思います。議論だったんですね。よいおしゃべりゆったく、はい、はい、赤田花風節ですね、はいはい、いつも大変お世話になっています、琉球古典音楽アフソ流師範玉城和樹さんの、演奏です。お願いします。ありがとうございます。お聞きいただきました。いつもありがとうございます。いつか FM 那覇から流れてくるの聞いてほしいですよね。本当ですよ ね、 ねてか俺のまだ使ってるみたいな、ね、かもしれないですけどね最後にあの教室の募集の音声を入れるとかね。そうなんですよ。かもしれない。なんかそのライブというか、ね、その講演会の ね、 ね、 あのアナウンスとかをね入れさせてもらえたらねと思ってますね。すごくいいですね、はい、前半沖縄 SDGs プロジェクト琉球新報がお送りしている OSP ラジオですが、ね、沖縄のいろんな課題解決をみんなで考えて、うん、早5年というですね。あっという間ですよ。本当にあっという間ですよね。で今日はね、うん、花さんと久しぶりに2人で話しながら、ね、
なんていうのかな、効率とか仕事上での便利とか関係とか、うんうん、そういうことに、まあ、コミュニケーションだったり、そういうことを話してきて、うん、なんかその効率っていう言葉の反対にあるものってやっぱり失敗とか、うんうん、なんだろう、非生産的なだったりとか、うんうん、そういうワードが自分の地図の中にはあるかなと思うんですけど、うんうん、その失敗の取り扱い方って結構大事だなということを思っていて、うん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 、なんていうのかな、失敗、例えばもう OSP もいろんな失敗が過去に私とかはなんかカンファレンスの後の打ち上げとか行ってもずっと死んだような顔して、基本なんかね、こう一人反省モードに入ってね、落ち込んでますよね。でみんなに、ね、よかったよとか言って、そう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 、いやそんなことはないんです、そうそうそう、だから自分に厳しい人でね、立派だなと思った覚えがありますね。いやめんどくさいタイプなんですよ、ね、あ、そうなんですね、立派立派、ありがとうございます、うん、そうそう、なんだけどこう なんていうかこう最近仕事してて思うのは、やっぱりその、うんうん、なんかすごくたくさん小さな失敗をやっぱり、うん、なんていうのかな、速度よくできる環境っていうのはすごく大事だなということを思ってて、何かというとやっぱり試行錯誤なんですよね、うんうん、なんか最初から綺麗な正解が出なくていいんだっていうことを、うんうん、なんか姿としてやっぱり後輩の人たちに伝えたいなとも思うし、うんうん、なんかやっぱり議論が膠着する、固まってしまう印象がすごくあるんですよね、うん、なんかその失敗が許されない場、うんうん、なんだろう、しちゃいけない失敗はもちろんしちゃいけないんですけど、それは潰すために頑張ったらいいんだけど、うんうんうん、なんかそのクリエイティブを発揮するというか、うんうん、その人らしさを十分に発揮する環境みたいなものってなんかもっと上手に作ってあげられるなみたいなことを、うんうんうん、まあ、下の子がね増えてきて思うのかもしれないですけど、うん、いやでも本当思いますよね、っていうか、うん、ほらその成功してうまくいくものだけやるわけないじゃないですか。それはあくまでたくさんのトライアルの中で生き残った成功のものだけで、うんうん、それ以外にはまあ失敗もあるだろうし、まあ別に失敗と言わないまでも大して芽は出なかったねっていうようなものも、ね、山ほどある中での、ね、それがたくさん、いや研究と一緒ですよ ね、基礎研究もね、そうですよね、成功するものだけをやれなんて言われてそれは無理ですよと、うんうんうん、数ある中でその中でたまたま芽が出るものもあるかもしれないっていうのはものだし、でその芽だって時代が環境が変われば今まで芽と思ってなかったものが芽になったりもするわけだから、うん、こうなるべくいい失敗をしてほしいんですよね。そう、そのいい失敗なんですかね、いい失敗ってなんかその、うん、私はいろんな失敗をしてきてるんですけど、なんかそのいい失敗だったなと思うものも、うんうん、あ、もう本当に一生を背負わなきゃいけないなみたいな感覚がしてる失敗も、うんうん、まあ、両方あって、なんかその一緒に仕事をするこれから の、 そのメンバーの人と関わってて、うんうん、なんて言うんだろう、なんか、うん、情報の摂取のチャンネルがやっぱり無料の、うん、なんていうのかな、距離が近くて簡単なものが増えた分、うんうん、なんかやっぱり情報の質みたいな、摂取するものの質、なんか食べてるもので体ができてるみたいなもので、うんうん、摂取してる情報で思想が形作られるんだとしたら、うんうん、なんか そこと失敗の質ってなんか私の中ではリンクしてる感覚があるんですね。うん、っていうかその春菜さんの言う失敗の質、いい失敗と良くない失敗って例えばどんなものですか？なんか密度が、うん、密度が浅くて、密度がなんか小さい、密度は大きい、密度は、密と層だからなんだろう、層とか言われてもあれですね、感じはあれなんですけどね。まあ粗いとかですかね。あ、確かに確かに、うん、そう、スカスカの状態、うんうん、情報データがスカスカの状態でする失敗って、うんうん、その後に、検証ができないんですよね。あ、何が悪かったからこれが起きてしまったのかっていうことを分析できないと、うんうん、結局次のトライにつながらない、うんうん、で、いい失敗は一応熟考の上やったから、ええええ、まあ、これは B じゃなかった、うんうん、A だったっていうことをなんかいろんな軸で決められる失敗はいい失敗なんです。なるほど、次につながるかどうか、そうです、原因がちゃんと解明できるかどうか、想像できるかどうかっていうことですね。そう思います、うんうん、でそのためには摂取しているデータの量がやっぱりなんか大事で、でこれがなんかその課題に特化したものであればいいわけでもないっていう、うんうん、なんかそのリベラルアーツじゃないですけど、うんうん、なん
いろんな、うんうん、でこれがなんかその身体的な学びもそうだし、うん、もちろん情報的なデータもそうなんですけど、うんうん、なんかそこがちゃんと耕されてないと、なんか欲しいおもてなしの度合いになってなかったりとか、うん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 、なんか欲しい参加者目線がなかったりとかする、うんうん、これをなんかどう棚卸しして、うんうん、なんかあの組織の中に使えるツールとして戻すかを最近はすごい考えてます。うんうん、なるほど、すごいあのいろんな要素とステップのあるいいあのお題でしたね。要するにでもその失敗をいいものにしていくためには、うん、やっぱ情報をちゃんと事前の準備とか前情報とか心準備みたいなものも必要だし、うん、それはそのあの直接的なそのダイレクトな目的だけではなくて、うん、もっと幅広い理解とかがないといかないよってことですよね。そういう感覚があるんですね。いやでもそれはそうですよね。だってお客さんもね、自分と同じ人ではない違うバックグラウンドを、ね、そうそうそう持ってる人たちもいて、その人たちにとってどうだったかっていうところを考えようと思うとね、うん、やっぱり社会に対する視野が広くないとっていうのはありますね。これそれはすごくいい仕事ですね。興味本位で聞くんですけど、子育てを花さんは知ってるじゃないですか、そのシーンの中で、いやいやいやみたいなのを自分の子に伝えたくなったり、フィードバックする場面みたいなのって、なんか例えば私はおじいちゃんじゃないですか、その一番家族で身近な存在がおじいちゃんなので、自分の中で組織を考えた時に家族と対比させた時に出てくるのがおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんにはフィードバックなんて聞かないわけですよね。そうですよね。もうメッセージで私はこう感じたとか言っても、へえですよ。87歳です、ね、明日になったら忘れてます、うん、そうですよね。それが逆のなんていうか、子供これそうそうそう、要するにこうある程度完成された人ではなくて、まあ、これからの人たちの場合ですよね。いやなんか思い浮かんだのが2つあって、あの1つはうちの困ったちゃんの息子ちゃんなんですけど、小学校の6年生ぐらいの時にこれ花さんに言ったことあると思うんですけど、結婚したいって言い出して、ではぁとかって、いくらちょっと早すぎじゃないのとかって、なんでなんで好きな子もできたかなんだとかって言ったら、僕家事がしたくないからって言って、で家事がしたくないからお嫁さんが欲しいとか言い出して、もうその時はもうなんかなんていうか本当に唖然とするっていうのはあのことですね。言葉が出なくなる。でなんかみたいな感じで、でうちはその時はね、夫もおりまして、まあ、家事もね両方で、分担して、で基本ご飯はお父さんが作るみたいな感じで、はい、お母さんは送迎みたいな感じだったんですよ。なのでその中で彼も手伝いって言われて、それが嫌だったから、自分が家事を手伝わなくて済むように代わりにやってくれる人が欲しいと思った。それがお嫁さんという言葉だったポジションだったんですよ。でもうそれはもうものすごくショックで、ちょっとあれで、でその時からこう、いやいや性別役割分担はねみたいな話とか多分いろいろしてるんですけど、まあ、それはあの彼は、で私が割とね、その男はもうみたいなことを日々ポロポロ漏らしてしまうもんだから、あの彼にはあんまり届かなかったし、逆にそのアンチフェミニズムみたいな思考になっていたりする時期もあって、面白いですね。そうそう、だからなんかなんだろう、伝えればいいってもんでもないなっていうか、やっぱその人、時々の受け入れられるものもあるし、その時のその人の状態にもよるしみたいなのは非常にまあ失敗ではありつつ、まあでも彼もね、これからもどんどん人生続いていくので、別に今結論出す必要もないと思ってるので、あれなのと、もう一人あのお利口さんの娘なんですけど、あの子が何か言った時、何だったかな、なんかもう考えるのめんどくさいからもういいよみたいなことを言う時があって、でいやそれはちょっと違うじゃないかと思ったけれども、そのまあ息子の反省もあったので、まあ、今はそうなんだろうなみたいな感じで、うーんっていう感じでしてたら、まあ、やっぱり成長段階でそれぞれなんか、ね、まあ、考えるようにもなってくるっていうところもあったので、いや尊いですね、ね、っていう経験はありましたけど、ただ子育てはやっぱりほら、あの関係が続くじゃないですか、あの移動もなければ、ね、基本的にはまあ続く、確かに、でそれも何年何十年単位で続くからそれができるのであって、仕事はまたね、タームがもっと短くて、かつメンバーも入れ替わったり、確かに、っていうところではちょっと違うかなっていう気はしますかね。確かにね、確かにね、終身雇用の時代はたとえ移動したとしても、会社にいるか、イズムみたいなものは、こう振りかざせるものであったし、共通してるよね、俺たちそこ一緒だよねっていう確かめるツールでもあった、
確かにそこは違いますね、うん、っていうところはちょっとあるかなとも思いつつ、うん、でもやっぱりなんかこのこっちが気づいて言いたくなることで失敗だと思ってることと、うん、その人が思ってることってやっぱりそこは違っていたり、うん、その受け入れられるかどうかお互いに、うん、っていうところもあるの でそこはまあ難しいなというか、いや、まあ、永遠だなっていう気もしますね。面白いですね、うん、私どうしてもそのなんか一つの関係として捉えた時にその家族っていうラベルが貼られる関係と、うん、まだ組織の中でラベルが貼られる関係とっていうのをある種並列にこう捉えてしまう節があるなってこう花さんの話聞きながら改めて自分について思って、これが生理的に無理な人もいると思うんですよね。そうですね、仕事なんて言うんだろう、もっと契約ライズ、そう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 、あとジョブ型みたいな感じですよね。ここのなんていうかそれも難しいですよね。なんか私はそういう人間ですって言える人の方が少ないじゃないですか。 なんていうか感覚は持ってるんだけど、それを表明する機会もなければ、機会がないから表明する認識もない、うんうんうん、けど何かそれはトラブルとして表出する、そういう印象がある。いやでも多分原田さん見て やってると思う。本当に本当にいいんですけど、それを多分この人はそのなんていうかある程度決まったことをきちんとこなすのが好きな人か、うんうんうん、もっとそのクリエイティブに自分で考えて工夫したらいろいろやりたい人かって見てるでしょ、うんうんうん、あ確かに確かに見てはいますね。で見て、まあ、仕事もじゃあこの人にはこっちの方が向いてるかなとかっていうのを多分やってるので、うんうんうん、してるんじゃないですかね、はい、あとなんかちょっと湿度が高めのメンバーが周りは多いそう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 業界的にね人が多い感じはしますけどね、うん、いやそっか、いやなんかこう話してていろんなことにこう飛びながらやっぱり関係とか、うんうん、そうコミュニケーション、いやすごく面白いな、なんていうか一生かけて磨けるものの一つ、うん、本当ですよね。てか終わらないですよね。そうそう、いやそれこそほらあのおじいちゃんとかにしても年齢によってどんどん変わってくるじゃないですか、ね、そうですよね。だから、うん、本当に今自民党の、ね、総裁選の、うんうん、もう終わってるかな、9月まだですね、終わってないですね、1日だったまだかな、からなんか並んでる年代見て、うんうん、いやこの人おじいちゃんの実行したらからあの頃のおじいちゃんだよなとか思って考えるわけですよ70代かみたいな、うんうん、なんでお60代かみたいな、60代だとおじさんたちと一緒なので、うんうん、でもやっぱりそのバリバリ現役最前線でやってた時期と60代ってまたちょっと違ったりするじゃないですか、うんうん、でもなんかそんなこと言えないですよね。なんかまたちょっと違うと思うよとか若い人に任せてみたらとか言えない、言えないんですよね。そうね、いやでもやっぱりね、人はやっぱり譲り派ですから、うんうんまあ、私とは大事かなって思いますけどね、うん、なんかこうね、いやだから面白いですよね、うん、その年齢っていう軸も面白いし、うんうんそのまあ、ジェンダーのことを考えた時に、うんうんまあ、たまたま社内の会議の中で、うん、いや女性はこう集まって、うん、ただ話を聞くスタイルのイベントよりも意見交換をしながらアイデアを出していった方がいいと思うんです、緊張するからみたいなことを若手のメンバーが発言してくれて、うん、おーおーおーみたいな、うん、なんで今女性はっていうのがついたのみたいなこと聞いて、うんうんうんなんかその過去の仕事の経験からそう思いましたって言って、うんうん、多分その感覚は別に間違ってないけど、うん、判断してる軸が違うんじゃないかっていう話になって、うんうん、でそれは女性っていうことでくくれるんだろうかみたいな、ねうんうんまあ、バイアスについての議論に発展して、うんうん、でもなんかその下りをいろいろ終えた後に考えたのは、うんまあ、やっぱりなんか社会人になってその男女共同参画が言われ始めた世代の人たち、やっぱり意見を求められた回数が同期の男性と違うんじゃないかなっていう仮説を持ってて、あ女性たちがそうそうそう、聞かれたことがない、うんうん、意見を表明する立場に立たせてもらえたことが少ない。いややっぱり85年以降あの、うんうん、まあだから
あの雇用機会均等になったとしても、うん、でもやっぱり女性たち補助的な仕事、うん、ケア労働の職場の中でもやっぱり回されてきていて、うん、意思決定はやっぱり男性たちがねずっとやってきているので、うん、そこはもう決定的に少ないでしょうね。だからなんかスキルトレーニングとか機会の平等みたいなことは、うんうんうん、なんかその女性ではなくて社会の課題として語って、うんうん、その中で女性がこういう立場だったから、うんうん、こういうものが有効かもしれないっていうふうに話すといいんだろうかとか、うんうん、まあ別に正解はないね、うんうん、世界だからこう議論を重ねてた時になんかちょっと一個前に進んだ気がしましたね、うんうん、だからなんかもうちょっともしかしたら広げると、うんうん、その女性だけではなくってあの例えば外国人であるとか、うんうんうん、その障害のある人とかまた別の属性のある人たちも、うんうんうん、やっぱりそうやって意見を聞かれなかった確かに、うん、っていうところもあるだろうしじゃあなんか今まで私たちは誰が決めてきたんだろうねっていうところにするとまたなんかその偏りが見えてくるのかなっていう気もしますね。そうだからなんかいい地域とか、うん、いい都道府県とか、うん、いい国とかいい世界ってなると、うん、なんか自分のできる影響を及ぼせる範囲が分からなくなってしまって、うんまあ、ニュースを見て落ち込むこともよくありますけど、うん、なんか会社みたいなとか、うん、チームとか、うんまあ、家族とかだったら、うん、自分を改善してった時に変わることがたくさんあって、本当ですね、まあ、それはすごく楽しいことだなって、うんそうですね、思い始めたお盆でした。いや本当に思います。でもそれを思うとできるに、うん、人数ってそんなにほら何百人も絶対いないじゃないですか、うん、もしかしたら一桁ぐらいかもしれないし、うん、なんか人のコミュニティってなんか案外そんなもんなんじゃない、うん、っていうのうん、思ったりはしますね。だから豊かで平和を感じられるコミュニティをまず自分の周りに持つっていうことからかなと思って、うんうん、なんかその自分が卒業した学校が自由学園っていう学校で、うんうん、羽生元子っていう日本で初めての女性の新聞記者なのかな、うんうん、元子先生が作った学校で、うんうんまあ、その一つのコミュニティ対やっぱり家庭を大事にっていうところをずっとお話しされてて、うんうんまあ、あれは時代が時代だから、うんまあ、女性は裁縫と料理と家計管理でそれを支えるみたいなのことによってたんですけど、まあ、その概念だけ抽出した時には、うんうん共感できるものだなっていう気が今はしますね。本当ですね。でそれはまあ家庭と限らなくてもその自分が生活圏で一緒にいる人たちっていうふうにするとねなんかいろんな人が使いやすくなりそうですね、うん、そう思いますね、うん、そうからなんか、まあ、那覇で時々使うコンビニがあるんですけど、うんうん、なんかその向かいのコンビニは外国人の人たちすごい生き生き働いててそのこっちよく使う方のコンビニはなんかちょっと緊張しながら働いててでやっぱりなんかちょっと声かけが威圧的なんですよねその日本人側の、ええ、なんていうのかな日本人スタッフの声かけが外国人スタッフに対して、なんでこんなこともできないのみたいな、そんなことやっぱ言うんだ向かい の、 あの店舗に関してはもう外国人スタッフが外国人スタッフに教えてるからもうわきいやいややってるわけですよ、もうあそれはってこっちとかなんかしかもそれもこっちとかが外国語なんですよねもう私には何言ってるかわからないけど二人の中でわきゃわきゃしながら商品の準備が進んでいくなんかその対比を見た時にいい、ね、なんかやっぱりその出てくるクオリティって、うんうん、やっぱりなんかそのねストレスのかけられ方でも変わるし、うんうんうん、いや本当に自分の振る舞い一つでクオリティが変わるっていうことをすごくコンビニ一つとっても思いますね。いや私あの飛行機乗るときにやっぱいつも思うんですけど、うん、ほらあの酸素マスクが出てきた時の説明するじゃないですか、うん、でまず大人がかけてください、うん、それから子供にかけてくださいって言うじゃないですか、うん、であれをやっぱりなんかちゃんと言わないとまずやっぱ親って子供をかけようとするし、うん、やっぱりなんか世間なんかね多くの人たちはその自己犠牲をして誰か出さなきゃいけなきゃとか、うん、なんかやらなきゃみたいな意識ってやっぱすごい強いよなって思うんですけどやっぱりまず自分が酸素マスクつけてちゃんと落ち着いて息ができる状態じゃないとね他の人のサポートもね、うん、そのできないしやっぱまずその、それは厚かましいことでも何でもなくってまず自分が大事を大事に気持ちよくなろうよっていうのは、うん、なんかもっとね言っていってもいいんじゃないのかなって思いますよね。いやそうでしたね、うん、なんか仕事上のストレスって、うん、なんか認められないというか、うん、なんか決して機嫌が
とかがこう、うん、ご機嫌があんまり斜めだったとしても、うんうん、別に次の会議では切り替えてなきゃいけなかったりとか、うんうん、あんまり感情的になることが良しとされない、うん、中でみんな頑張っていて、うん、でオンラインを閉じた瞬間に家庭に戻るじゃないですか、うんうんうん、そのお盆期間中とかだと、うん、そうすると おじいちゃんが何かした時に、うん、いつもだったら流せることがそうなんかもうってなったりしますよね。そう、うん、許せなかったりね、うん、でもそのおじいちゃんに感じてるっていうよりはその前の仕事で自分の状態ですよね。そうなんですよ、うんうん、それの時になんか本当にチームの中の、うんなんて言うんだろう、そのすごく辛いこと家庭の中で起きるいろんな辛いことっていうのがつながって起きてるっていうのを実感して、うんうんうん、だから何の気なしに冷たい態度を同僚にとっていたら、うんうん、その同僚はもしかしたら家庭でそのストレスを吐き口にするしかなかったり、うんうん、それから自分をいじめるためにアルコール依存症になったり、うんうん、万引きをしたり、うんね、そういう悪いことをいろいろするようになるのかもしれないとか、なんかうわーってなったんですよね、おじいちゃんのことで気がついて、うん、本当に本当にだからなんかごめんって感じですよね、うん、あの同じ場面が私もあって、うん、でなんか母になんか多分冷たい感じで言ってしまったんですよ。そう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 、でなんとなく母は悲しい顔をしたような気がして したかどうか分かんないけれども、なんかいやこれはやっぱ私の問題だし でも私も別にね悪意があるわけではないが、やっぱり人にはあんまりストレスはかけすぎてはいけないなっていうのは、うんうんうん思いますよね。そう、うん、なんかその自分のことをもっと知りながら付き合いながら、うんうん、どこがどうでどういうふうにしたら大丈夫なのかも、うん、もう少し知っていかなきゃいけないなとも思ったし、うん、でもなんかそれぞれのそういう自己努力にこうなんていうのかな甘えるというか委ねるのではなく、うんうん、組織としてやっぱり一定の、うんうんまあ、なんかストレス域値を、うん、なんかしっかり見てあげないと、ね、私やっぱりなんかバッファー、うん、もうきちきちパンパンに詰めるんじゃなくて、ね、やっぱりバッファーがあるそうですねそこのバッファーがちょっと息抜きできたり、うんね、ちょっとおしゃべりしたりとか、うん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 、ちょっとなんかまあもう常に追われまくってもカンカンになるんじゃなくてっていうのは最低限多分組織の仕事としては必要なんだろうなと思ったりしますよね。いやそうだからなんかプロジェクトのゴールが適切にこう達成されることだけがゴールではやっぱりないなっていうことを本当に思います。思いますね。だからその OSP もそうなんですよ。そのプロジェクトを生み出しましょうとかね、やっぱり社会にインパクトを与えましょうっていうのを一応目的には目指してはいるけれども、なんかそこはやっぱ本末転倒になってもいけないし、うんうん、なんかそれが達成できなかったとしてももっと手前で達成できてるものもあるかもしれないなっていうのは、うん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 、この夏ぐらいすごくいろいろ思いますね。そうですね、うんうん、からなんか遠くに行きたいし見たことないものを見たいし、うんうんうん、ああよかったと思ってなんていうか自分の一生を終えたいけど、うんうんうん、なんかやっぱりプロセス、ね、年次フォーラム3月に西村さんってミラツクの代表のゲストの方言ってくれましたけど、その進んでる道のり自体が幸せであって、出会えたご縁があって一緒にやれてて、うんうん、っていうことをまあなんか忘れないように仕事しないとなっていう、うんうん、どんなに気が合わない相手だったとしてもその人のお家にも家庭があってそうそうそう家族がいてということを忘れないで接しなきゃいけないのみたいなことを思うお盆でした。っていうことでも思うと、さっきのほらその失敗、うん、もうそのプロセスの中の一つと思うと、うん、まあやっぱりそのね、そのなんていうか失敗のその質みたいなものはあったとしても、はい、まあいろんなこともあるしねっていうふうに思えたらいいなと、私は自分に甘い私はそのように思っています。いやいや私もそう思います、いやすごくなんかこのねオンラインとリアルの違いとか、イベントってなんだろうみたいなことをお話しして、あっという間に53分になっているんですけど今日1曲でしたねすいません、どうしましょうか。1曲流そうと思ってたんですけど、また来週ですね。そうですね、そうしましょうか、はいね、素敵な歌声はまたにして、そう5月19日ですね、次の、ね、9月19日にあの稼ぐ力をテーマに、うんうん、皆さんの認証式 とシンポジウムっていう形で行う時もう、ね、なんかそこで発言をする人、発言を聞く人、うんうんうん、っていうところがあって、多分イベントが終わった後って、うんうん、あじゃあうちの組織では何から始めようかなっていう気持ちになれるような企画内容になってると思うので、あのまあ、なんかあのどうなんだろう、あれですけど認証企業はやっぱり自分
で見ても働いてみたいなと思う企業が多いので、うんうん、なんかモヤモヤするなって現状の環境に思ってる人とかも来ても楽しいかもしれないですよね。いいと思います。本当にほら企業 の, その経営の仕方って本当にほら、うん、本当に皆さんそれぞれで、うん、なんかあそれぞれあこんなやり方もあるし、ね、こんな風にもできるしでも共通してのこの辺かなとかいろいろその制度をまるまる持ってくるって意味ではなくて、うんうんうんまあ、やっぱりヒントだったり、うん、なんか考え方の幅を広げるというか、はい、っていうところはすごく、ね、得てもらえるような気がしますよね。だから少子化で、うん、労働で、うん、人口もどんどん減ってる中で、うん、なんか自分に合った場所を選びやすくなっているっていうことを、うんうんうん、なんか市民側はというか、労働者側は労働者側ですごく、うんうん、なんだろうな自分を大事にできる環境で働くっていうことを考えるいい機会なんじゃないかなっていうことを思うので、うんうん、あのどなたでも来ていただけるの で、うんうんそうですね、9月19日ぜひ沖縄 SDGs プロジェクトで検索していただければ、ホームページが出てきて申し込みもできますので、はい、ぜひ来ていただけるといいなというふうに思いました、はい、午後1時からですかね、はい、認証式が1時からで琉球新報ホールですね、はいはい、ぜひ遊びにいらしてください。楽しみにお待ちしておりますじゃあそんな形で今日はよもやま話で、はい、大きな SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオでした、はい、楽しんでいただけたかなと、はい、そうですね、 ね、 ね、 ね、皆さんの、ね、感想も聞かせていただきたいですよね。私はこう思うっていうのを聞いてみたいですよね。本当です本当です。また来週も日曜日の12時から、はいはい聞いていただけると嬉しいです。はい、今週もありがとうございましたありがとうございます、はい、ではまた来週失礼します。さよなら。